なんか、なんやろ。ん？お母さんが、お風呂入ってるから、まだお風呂入られへんくて、で、その次パパが多分入るから、最後やねんな、鈴が。で、そのお風呂まで何する？と思って、暇やなと思って。あ、インスタライブもう一回やろうと思って。なんか LINE ライブ終わったっぽいから、わからんねんけど、終わったっぽいから、まあ、やろうかなーみたいな。どうやいあえなせんのって感じです。いやいや、もうめっちゃ暇、マジで暇、毎日こんな。鈴は、なんやろ、メール届いた？届きましたか？っていうか、メールってどれぐらいの頻度で届く？マジで毎回、あれやから、あれやねんけど、あれ、あれ、あれやねんけど、めっちゃ暇、マジで、もう鬼クソ暇、クソとか言っちゃった。ごめんなさい。めっちゃ暇。届いた？よかった。飛べい大江戸線の六本木駅で抱きしめて、私変わらず君にぞっこんだけれど、How did you do that？ 飛べい大江戸線の六本木駅で抱きしめて、君を深く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 愛しているよ。パッパラパッパッパーパッパッパラパッパッパー。あ、そういうお知らせだったんですね。TikTok に NMB の公式アカウントができるみたいです。なんかどこまで発表してた？明日かららしいです。皆さん見てくださいね。フォローしてください。なんかこれを機に TikTokNMB のファンの人がいっぱい TikTok のアプリ取って始めてくれたら嬉しいなと思う。そしたらもっともっと見てくれる。鈴の TikTok、 私個人の TikTok アカウント持ってて、まあ、毎日は言い過ぎた、嘘。結構投稿してるんですけど、でもこれを機にもっといろんな方が TikTok 始めていただいて、鈴の個人の TikTok アカウントもフォローしてくれたらいいなって思う。めっちゃ眠そう。全然眠くない、今。で、すずちゃんきっかけで TikTok 入れた。嬉しい。ありがとうございます。フォローする。ありがとうございます。じゃあ待って。ブーンってなったからって治安悪いみたいな感じ。やめて、ほんまに。いや、悪くないねんね。すずのところ。知らんけど。公式アカもフォローしてください、ぜひ。もう、みんな登場すると思う。今日めっちゃ目緑っぽく見えるな、この感じ。まあ緑なんですけど。実は TikTok 暇さえあればすぐ見てるから。TikTok はマジ暇つぶしで見ていいと思う。ほんまに暇つぶし。なんかおもろいやつもあれば、なんかいろんなアイドルさんの歌詞動画とかもあるし、なんか TikTok、 なんか TikTok で自分の推しの動画、歌詞動画とか作って載せたら、それがバズる可能性もあるから、バズって、この子かわいい、誰ですかってなって、その載せてもらった推しもなんか有名になるみたいな、バズる可能性もあるから、ほんまにもう TikTok から芸能人とか、なんかモデルとかタレントとかなる人も多いから、今時てか、そんな人ばっかやろ今。TikTok 見てスカウトされて入りましたみたいな人が多いから、めっちゃ。そう。だからマジで、もう夢のアプリ。めっちゃいいよな。バズらせてください。まあ、すずも個人の TikTok でバズったことなんてないけど、何がバズるか分かんないじゃないですか、TikTok って。なんかまあどっちかやと思うねんけど、なんかアンチにめっちゃ叩かれてバズるか、めっちゃ可愛いってなってバズるか、めっちゃおもろいってなってバズるかって感じ。ほんまに叩かれるときは TikTok はめっちゃ叩かれると思うから、あれやけど、
ほんまに TikTok って叩かれやすいから、ほんまに。何がバズるか分からへんな。 TikTok 最近いっぱい撮って、まだあれストックがあるから、まあ明日メイクするから明日も撮る予定なんですけど、高校の反省文のバズったやつ見たことある？あるあるある、あります、あります。おもろかった、あれ。あれさ、YouTube にも上がってちゃうな。なんか TikTok でバズって YouTuber になる人とか絶対おるから、てかおるってマジで、そんな人ばっかりやろ今どき。おすすめに乗るのも人によっておすすめって違うから、自分が、すずがずっとTikTok でお笑い見てた時はもうひたすらお笑い動画ばっかやったし、なんやろ、そのアイドルを見ればもう次のおすすめはアイドルばっかになっていくと思うし、まあいいねとか押したりとかしたら、なんかだから人によっておすすめって全然違うからあれやねんな。私のおすすめに山田さん出てくる、嬉しいね、それは嬉しい、ありがとう。でもすずのことフォローしてくれてる人はやっぱすずがおすすめに出てくる確率は高いかな。だからすずの TikTok、 なんやろ、すずの TikTok をよく見てくれてる人は多分 NMB 関連のものがおすすめにいっぱい出てくると思う。なんかそう、例えば NMB の他のメンバーの TikTok とか、なんかそのファンの方が作ってくださってる歌詞動画、 NMB のメンバーを使っての歌詞動画とかが多いと思う、多分コンサート映像とか。めっちゃ NMB 出てくる、やっぱそうなんや、ちょっとアイドルとか可愛い女の子出てくる、やっぱそうやんな、やっぱりそうや、そういうことなんですよね。よいしょ。すずが最近おすすめで出てくるのは何でしょうか。そう、これは言いません、内緒、内緒ですけど。犬ばっかり見てたら動物系だけやった。あ、ゆえおのやつだよね。ああいうえおかししたかきくけこんなにもかさしすせソフトクリームコーサンラップでいこう、てて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 、ばかくれんぼなんかしてないで、もう10時やん、10時にまだお風呂入ってないとかあんまりないからあれですね。さっきのインスタライブがっていうか、ちょっと終わり方が良くなかったから、ちょっとやりました。指ライナーだに、あ、このやつ、なんかこんなピアノしてる人とできない人みたいな、ああいうのやらへんタイプやねんな、やれよって多分できないです。まあできないって言って決めつけるのもよくないよね、普通に人として。まあまあまあ、韓国語のカレカの電話みたいなやつ、あ、してダリアンチビチみたいなやつやろ、知ってる、何回かやろうと思ってんけど、なんかそうそうそう、なるほどね。みんな今リクエスト送ってくれて、なんかにメモっとこうっと。あ、ちょっとメモ帳今ないわ、読めよう。すいません、なかった、何も。
つむじしか勝たん。最近まるまるしか勝たんっていうの好きですね。TikTok。 すずちゃん、はい。やばいよな、マジで。もうあかんで、これ。まあ、来週行くねんけど。まあ、まだ予約もしてないねんけど。あ、みんな、すずちゃんしか勝たんって言ってくれて。そんなことないで、絶対、多分。まあ、その人の中でっていう話な、これは。すずは誰が勝ってんのやろ、すずの中で。今パパがスカットジャパン見てる。いいよな、スカットジャパンめっちゃ好きやねんな。しかもさ、いろんな方が出るじゃないですか。なんか最近やとお笑い芸人さんも出てたし、なんかまあアイドルとか普通にいっぱいなんか出るやんか。だからめっちゃ見てて楽しい、いろんな人出るから。めっちゃ毛先傷んでて普通に引いた。チリチリなってさ、なんかこうやって触った時、え、チリチリやと思って切ろ。スカットジャパンとかトッパファイルとか。トッパファイルってなんだっけ、聞いたことある。あ、日向坂さんがよく出てるやつ。日向坂さんの、日向坂46さんのツイッターをフォローしてて、それを見んのかな。クイズのやつ、わからん、見たことあるかもしれん。わからへん、わからへんな、それ。いや、わかるけど、わからん、いや、わからへん。やめとこう、口ミッピー。あ、出てる、やっぱ。すずちゃんみたいな前髪してる。すず、ほんまに前髪は適当ですよ。パツって切ってるだけ。でもこうやって切るの好きじゃなくて、パツって切ってます。自分で切ってるけど、ほとんど。トップファイルあんま見たことない。見るわ。じゃあいつやってるやつですか、調べろよって自分で。前髪揃わないと気にする？気にしますね、前髪は。前髪でマジで決まると思ってんねん、すず。昔の写真とか見て、前髪めっちゃ重いねやん。重くて、え、何その前髪みたいな。いや、浮いてる浮いてるみたいな前髪はやっぱりはず。よう、これで生きてたなって感じ。木曜の19時だった気がする。木曜日か。木曜日ね。まあ家にいない日なんてないですからね、今の時。でもちょっと7時とか、あの時間感覚は狂ってるんですよ。よ、まあ曜日感覚も狂ってるけど、時間感覚狂ってるから、え、まだ7時みたいな、もう7時みたいな、何それって感じなんですけど。マジで足の指やばいなって感じなんですけど、すずすずちゃんは清楚に見えます。あら、清楚の基準って何なんですか。ありがとうございます。でも褒め言葉やな、多分。清楚の基準って何なん。清楚、清楚なんですかね。すず顔、顔で言ったら清楚じゃなさそうやけどな。なんか、なんかすずのイメージは清楚ってなんか白いワンピース着てみたいな、お肌も白くてみたいな、ちょっと茶髪でみたいな、髪の毛サラサラでみたいな感じなんですけど、それは違うの。雰囲気むずないそれ。
最近新しいよ、新しいよ、新しいカバン買ったんですよ。なんか斜め掛けの黒のカバンで、なんかちょっと四角みたいなカバンやねんけど、めっちゃなんか安くて、普通にカバンって何本ぐらいすんだよ、2300円だったんですよね。でめっちゃ可愛くて、でそういうカバン欲しかったから、ずっとミルクフェド使ってんねんけど、なんかやっぱああいうミルクフェドのやつとかってなんかちょっとスポーティーになるじゃないですか、どうしても。だからなんかあんまり、なんかどうしようかなって、なんか使う時が決まってくるからどうしようかなと思ってて、でもどこいつでも使えるようなやつを見つけて、めっちゃいいなと思って。ブランドは知らへん、初めて入ったとこやから、てか初めて行ったショッピングモールみたいなとこやってんけど、なんかだからめっちゃいいなと思って買った。2300円やとめっちゃ安くない、マジお買い得と思って買った。で帰ってすぐお母さん行きました。そんなカバン持ってどこも行かんねんけどな、マジで。明日学校は帰ります。おやすみなさい。おやすみなさい。頑張って。そっか、明日月曜日か。グタッチ。みんな明日から学校。なんかさ、あ、6月やからかな。明日から学校。え、違うわ。月曜日やからかな。さ、え、明日から学校の人多くない？なんか大学とかもさ、わからねんけど、みんな友達とか聞いて、明日からのとこ多かったなーって感じやねんけど。なんか、あ、みんな。みんな暇じゃなくなるのかって、みんな歩き出すねんなと思ってまあ歩き出してた人もいると思うんですけど、なんか自分ってほんまにどうしようってなってて、ほんまにどうしたらいいか分からへんねんけど。みんな手洗いうがいですよ、マスクしてアルコールとか持ち歩いて、ほんまに絶対。あとハンカチティッシュも絶対持ち歩いた方がいい。ハンカチはマジで最近、なんか他のお店とかのトイレ行ってもさ、あのブワーンってやつ使われへんやんか、マジで。なんかなんていうの、あれ、空気清浄機みたいなやつ使われへんやんか、ブワーンってって、なんか風飛ばしてくれるやつ使われへんやんか。だからハンカチ絶対いるやんか。だからすめっちゃ歩いてんねんけどさ、だからほんまにいる。って言ってこの前忘れたんですけど、なんかあと絶対ちゃんと寝た方がいい、マジで。免疫力って大事、マジで。スーザン免疫今つきまっくりやと思うねんけど、めっちゃ寝てるしから。でもほんまに、そうやって学校が始まったらさ、なんかテスト勉強とかさ、勉強とかさ、あとはなんか、まあ学校はあるけどさ、ゲームしたい時って絶対したいやんか。あとなんか友達とさ LINE とかしててさ、 SNS チェックとかさするやんか。けどでも学校はさ始まる時間一緒やんか、待ってくれへんやん、寝たくても。だからマジでもう寝よって感じ。ほらもう寝ます。おやすみ、おやすみなさい。いい夢見てね。ヨーグルトとかいいらしい、免疫は。